カールビルヘルム・フォン・クーピーファー、カールビルヘルム・フォン・クッパーは、ドイツの解剖学者である。肝臓の類同の異物鈍色細胞である、クッパー細胞の発見などで知られる。現在は、ラトビアである、クールラントのレスタインに、牧師の息子として生まれた。1854年に、タルト大学で医学の博士号を取得した後、ウィーン、ベルリン、ゲッティンゲンなどで、エミール・ディ・ボアイ・コール・レーモンや、 ヨハネス・ペーター・ミューラーの下で研究した。1858年にタルットゥに戻り、1865年まで解剖学を研究した。1866年にキール大学の解剖学教授に任命された1875年から1880年までは、ケイニヒスベルク大学の解剖学の教授を務めた。1880年から1901年に引退するまで、 ミュンヘンのルートビヒ・マクシミリアン大学で、解剖学研究所の教授、学芸員を務めた。組織学、解剖学、発生学の分野の仕事で知られている。1876年、肝臓の切片を染色して、突起を放射状に伸ばしている細胞を発見し、星細胞と命名した。1899年、肝臓の類同の壁に異物を鈍色する細胞の、 存在を確認し、これを星細胞と同一のものと考えた。後年、日本のわけ健次郎が二つの論文を精査し、二つの細胞が別のものであることを示し、はじめに報告されたものが星細胞、または伊藤細胞とし、後に発見したものがクッパー細胞と呼ばれることになった。細胞発見物語。 山品昌平町 ISBN9 兆7840億6257万6550。ありがとうございます。